JOC エリートアカデミーは、年少の競技者が、将来的にオリンピックをはじめとする、国際競技大会にて活躍できるよう、一貫して育成するために日本オリンピック委員会が設置した組織。有望な小学生、中学生の競技者を発掘し、味の素ナショナルトレーニングセンターを拠点に、生活させながら、学校への通学とトレーニングを行うものである。略称は、e、EA。 エリア化。国際競技大会で活躍できる競技者を育成するため、競技力向上のためのプログラムを提供するのみならず、知的能力、生活力、語学力、学力の向上に向けた指導もなされる。これは、社会的にも活躍できる選手の育成を目標としているためである。競技者は、近隣の学校に通学しながら、各競技団体から一貫した指導体制で、 発達段階に応じた指導を受ける。エリートアカデミー事業の対象となるのは、中学生と高校生である。2015年4月現在の在籍者は47人。生徒が在籍している競技は、卓球、レスリング、フェンシング、水泳、ライフル、射撃である。ただしレスリングは2013年で新規募集を打ち切っている。2011年からバレーボールが加わるという報道も、 あったが、2014年現在もバレーボールは生徒を募集していない。2000年9月12日、日本政府は国際競技大会で活躍する競技者の育成、強化を推進することを目標としたスポーツ振興基本計画を策定し、ジュニア期からトップレベルに至るまで一貫した理念に基づく個人の特性や発達段階に応じた。 最適の指導を行う一貫指導システムの構築が必要不可欠な施策であるとした。これを受け JOC は選手強化本部に JOC ゴールドプランプロジェクトを設置し JOC ゴールドプランを作成、そのうちのカテゴリー1に強化プログラムが掲げられ、競技者向けにはアスリートプログラムが強化プログラムの中に組み込まれた。アスリートプログラムはさらにエリートプログラムと ユースエリートプログラムに分割され、ユースエリートプログラムでは将来のオリンピック選手育成のための事業を拡大、発展させ、充実を図ることとされた。時を同じくしてスポーツ振興基本計画に掲げられた環境整備が実現し、国立スポーツ科学センターが2001年10月に、ナショナルトレーニングセンターが2008年1月21日に開設された。 NTC の教養開始に伴い、オリンピック競技28競技のうち14、競技団体が個別に練習することが可能となり、JOC は競技力向上合宿のほか、JOC スポーツアカデミー事業を立ち上げ、NTC で行っている。JOC スポーツアカデミー事業は3事業からなるが、そのうちの一つが、JOC エリートアカデミーである。同一拠点での集中的、継続的、 長期的な強化活動が可能である NTG は燃焼競技者の育成に適した環境である。開校時に生徒を募集したのは卓球とレスリングの2競技であった。2008年4月4日、NTG にて開校式が開かれた。第1期生として小学校6年生から中学校2年生までの11人が入校し、卓球は6人、レスリングは5人であった。 レスリングに関しては、JOC の事業であるにもかかわらず、海のものか山のものかわからないところとして指導者から敬遠され、選手集めに苦戦したという。新流星は一人一人名前を呼ばれ、関係者からの激励を受けた後、田添健太と宮原優が代表して、決意表明を行った。翌2009年から、フェンシングも生徒募集を開始する。その後、 エリートアカデミーに参加する競技が増えず、JOC 選手強化本部長の橋本聖子は、競技数を最低でも2桁にすることを2013年9月17日に、明言した。2014年入校の7期生から飛べ込みと、ライフル射撃の選手が入校するようになった。一方でレスリングは2013年で新規募集を、停止したため新入生はいなかった。募集停止の理由について、 日本レスリング協会選無理事の高田裕二は今のジュニアを育成しても東京オリンピックには間に合わないためと説明した。2015年4月28日、JOC は選手強化常任委員会を開き、エリートアカデミーの対象となる競技を拡充すると共に育成する選手をすでに在籍している者を含めて選抜し直すことを決定した。 日本全国から集まった競技者は全員3、4人で一室を共にする寮生活を送る。寮は NTC に併設されたアスリートビレッジに設置されており、寮生活であるため睡眠時間は管理され、携帯電話は就寝前に寮母へ預けなければならない。アカデミー生は寝食を共にしながら、日々オリンピックでの金メダルを目指して猛練習に取り組む。 練習時間は、ライフル射撃の場合、平日2時間半、休日4から5時間である。実家に帰省できるのは、ゴールデンウィーク、夏休み、正月のみで、休日の遠出や恋愛は許可されない。食事は、食堂で数種類のメニューから各人が好きなだけ食べることができ、管理栄養士が常駐して、栄養状態を管理している。ただし、入校1年目は、 週末を除き、栄養バランスの取れた、決められたメニューを取る。メニューは、NTG の命名権を持つ味の素が協力している。また、管理栄養士は食事指導や栄養指導を実施し、調理実習も取り入れている。なお、管理栄養士は、食堂専属の栄養士と、各競技団体のスタッフである栄養士がおり、情報共有を行っている。 3から4ヶ月に一度、食事状況調査と身体計測を実施する。身体計測の測定項目は、身長、体重、体脂肪量、女子脂肪体重、体水分量、皮下脂肪圧、筋圧などである。中学生の場合、通常は隣接する、帰宅率等付中学校へ通学する。ただし部活動には参加せず、 設備の整った NTC にて専属の指導者から指導を受けながら競技に取り組む。アカデミー生の受け入れ校側は、アカデミー生が世界で得た経験を他の生徒に語ることで刺激となれば、と良い影響が及ぶことを期待している。高校生の場合、帰宅内にある高校を受験することになる。なお全国高等学校総合体育大会への出場は、 各競技によって対応が分かれており、フェンシングは制限付きながら出場可能であるが、卓球は全国高等学校体育連盟卓球専門部が出場を認めていない。なお全国中学校卓球大会へは2013年度からシングルスに限り日本中学校体育連盟の推薦枠を利用して出場可能となった。学業面ではテスト期間中にコーチが 家庭教師となって勉強を見ることがあり、深夜まで勉強に取り組んだ場合は朝練を休ませる。遠征等で授業に出られない場合は、休んだ間のプリントを学校側が配布したり、エリートアカデミーが補修を開講したりと学業の遅れを取り戻すための配慮がなされる。ロジカルシンキングを習得するための言語技術の授業が月2回開講される。語学面では、 毎週土曜日の夜に英会話の授業が行われ、特に発音については、細かな指導がなされる。運営資金は、スポーツ振興区時の収益金などを利用し、NTG での食費や料費は JOC が、競技にかかる費用や施設使用料は各競技団体が負担する。そのため保護者の負担分は学費程度となる。従来の学校頼みの選手育成では、 特待生として授業料免除を受けられても、遠征費用や用具代は負担する必要があり、保護者への重荷となっていた。JOC エリートアカデミーに入校するには、各競技の全国大会で優勝するなど実績を上げることが必要である。ただし、競技人口の少ないフェンシングに関しては、地方公共団体の実施するタレント発掘事業で適性を見出された競技者も選抜している。 ライフル射撃の選抜では、実技と体力テストに加え作文が課され、性格診断と職業的性診断も行われる。入校前には、生徒と保護者は JOC と各競技団体からエリートアカデミー事業全体について説明を受ける。JOC としては2010年に開かれたシンガポールユースオリンピックに出場した。 JOC エリートアカデミー生の谷岡あゆかと宮原優が両者とも金メダルを獲得したことから若きアスリートを育成するプロジェクトを進めていく上で大きな弾みとなったと評価している。一方で日本レスリング協会は宮原の金メダルについて同年代の選手が相手なのである意味では当然のことと評し大学生二人を破って3位に入賞した。 全日本レスリング選手権大会での成績の方より評価している。スポーツライターの相沢孝一は、エリートアカデミーが国から税金による多額の補助を受けている JOC によって運営されていることから、伸び悩みや故障に見舞われた際に、アカデミー生がプレッシャーに押しつぶされないか心配であると綴り、プロジェクトが始まった以上、今後を見守るしかないと結んでいる。2014年現在、 卓球のエリートアカデミー生には、福原愛や石川霞に次ぐ、新たな黄金世代が在籍していると言われている。またスポーツ科学ジャーナリストの玉村治は、エリートアカデミーによる育成の強化によって、卓球の日本選手の世界ランクが上がっていると述べている。一方で、南京ユースオリンピック予選会への代表選考において、 国際卓球連盟から出場の招待を受けた選手が日本卓球協会による裁定でエリートアカデミー生を代表に選んだため出場できなくなるという事態が発生したこの問題を報じたフライデーはさらにスポーツ指揮者の話としてアカデミー生は全日本選手権の予選免除などの 優遇措置や国費で遠征費用を出してもらえるなどの環境によって明日の日本代表だと勘違いし競争心がなくなると指摘している。朝日新聞は2014年5月1日にエリートアカデミーに関する特集を組み競技人口の少ない競技に関してはボランティアに頼った選手育成が中心であるため中央に選手を集めた強化が欠かせないという競技団体の意見を掲載した。 その一方で、競技特性にもよるが、多くは5から7年で、熟練の域に達するため早期に、専門教科を行うと20代で記録が頭打ちになる恐れがあること、小さいうちに習得しなければならない動きの多い、水泳や体操競技を除き、小学生のうちは、様々な競技に触れる方が良いという、国立スポーツ科学センター研究員のコメントも紹介している。 ボート競技4名、ありがとうございます。